神様のパズルは基本神事による SF 小説。また、これを原作とした漫画、日本映画。2002年11月に角川春樹事務所から単行本、2006年5月に同社から春樹文庫版が出版された。単行本、文庫本表紙イラストは共に DK。第3回小松佐京賞受賞作である。続編として、 ホズイさらかの課外活動シリーズ前後作が刊行されている。また、スピンオフ作品に神様のパラドックスがある。履修単位を落とし、卒業が危ぶまれる大学生、綿貫きは受講ゼミの教授からとあるお願いをされてしまう。そのお願いとは、天才と歌われた不登校の少女、ホズイサラかをゼミに参加させてほしいというものだった。 説得は無理かと思われたが、ひょんなことから生まれた疑問、宇宙は人間に作れるのか、を投げかけたところ、彼女はゼミに姿を現した。そして、わたきは、彼女と共に宇宙が人間に作れることをゼミで証明する羽目になってしまう。内田聖郷の作画で漫画化された。2007年9月11日より、ヤフーコミック内、フレックスコミブラッドで連載を開始し、 2008年6月よりフレックスコミネクストへ移籍して2010年9月14日掲載文で終了した。単行本はフレックスコミックスレーベルから全4巻で第3巻まではソフトバンククリエイティブから第4巻はホルプ出版から刊行されている。2008年6月4日 発売 ISBN978 から47億9734万87812009年4月9日発売 ISBN978 から47億9735万40412009年12月11日 発売 ISBN978 から47億9735万75782012年9月12日発売 ISBN978 から45億9385万70432008年6月7日公開角川春樹事務所制作映画が東映配給で公開されるのは男たちの山と山と以来2年半ぶりとなる 2006年にゲーム化と共に映画化が発表された。2007年8月22日にクランクインし、神戸大学六甲大本館、京都府、茨城県三ノ丸庁舎、スプリングマイナス8、高エネルギー加速器研究機構などでロッケが行われ、同年10月末にクライクアップした。本編の DVD は2008年11月21日、発売。 2006年に角川春樹事務所と ABEX により開催された女優オーディションでは同オーディションの審査員特別賞受賞者が本作品の主演、主題歌を務めると告知されていた。しかし審査の結果、特別賞は該当者なしとされ、急遽設けられた審査員賞を下宮里保子が受賞した。そのため2007年には谷村水木がヒロイン、小杉さらかを 主人公、渡野貴一を市原隼人が演じる内容で制作発表が行われた。なお、下宮の本作品への参加は発表されていない。ありがとうございます。